天使を要せろ、世に号令せず。真っ先に都周辺の空き地を民に与えると。曹操様はおいらにも青州兵にも畑をくれただ。まあ、きっちり高額の税を取るところが殿らしいっつうか。殿は民の目の前に食い物ぶら下げてケツ叩いてるんだぜ。生きるために一人一人に力を尽くすよう作ろうと。それが殿の目指す乱世の先ってか。天よ、近頃はお前が一番猛徳を分かっているようだな。みんなが自分の手で自分のご飯を作るようになるだか。おい、なら天意も畑を耕さなきゃダメだぞ。おいらが教えるだよ。また今度ね。おい、さあ、天意も一緒に耕すだよ。バッキャロン、こんなとこでできっか。死の子のやつ一緒に耕せ。ほらほら、耕せ耕せ。曹操、朕を殺す気か。なぜ私が陛下をしいし立て祀らねばならんのです。朕はお前を殺そうとした。故にしいされても文句は言えぬ。陛下は聡明であらせられる。陛下が殺したいのであれば、さあ、いかようにも。朕は、お前が怖い。味方の死に涙せず、必要とあらば敵とも組む。逆に必要なき者は、躊躇なく排除する。たとえ、朕であっても。世は民なくば成り立たず、民は陛下なくば動かず。陛下は必要とされましょう。少なくとも私がいる限りは。陛下があってこそこの曹操とこは自由に動ける。私は新しき世を皆に見せる波動を行かねばならぬのです。つけ、払え。もう一度だ。世界の屈辱を忘れるな。気合を入れろ。どうした、貴様らの力はそんなものか。貴殿の首はいずれ頂戴せん。
盲徳、盲徳。夢を見ていた。石壁の大敗で落ち込んでいるのかと思えば、連兵中に居眠りか。敗戦を嘆いても意味はあるまい。今は至福の時。食べ、眠り、鍛え、次に備えればよい。慶州の多くは呉に帰したが、これで呉とは良好な関係を保てる。この間に職を打てば、残った呉はなすすべがあるまい。もうよかろう。そろそろ休め。うん、そうだな。そろそろ波動を降り、総盲徳という人間に戻るとしよう。書こうと。長い間ご苦労だった。礼を言う。何を言っている。天意、ようやく詫びることができる。過去へ。すまなかった。周達也、禅城の剣、大義であった。我が君、これからは多忙な日々が続きますね。無論だ。私は新しき世を作らねばならない。私は父とは違う。私が作る世もまた父とは違うである。だがこれだけは言える。私がこれから歩く道は、総盲徳が歩んできた波動の先にある。じゃなかった。ん？これは。玉璽か。代々の皇帝に伝えられてきた。あの、すげえぜ親父。
やっぱり天ってやつは親父を選んだんだ。だってそうだろ。じゃなきゃ親父が拾うわけねえ。曹操のごとき陥没に下ってはなりませぬ。まともに戦って勝ち目はありません。降伏すべきです。曹操からの降伏勧告、劉備からの共闘依頼、こんな時父上ならどうするだろう。兄上ならどちらにも利があると私は考える。だが私は孫悟の皆の力を信じている。よって未来を見据えた決断を下す。我らは劉備殿と結び曹操を討つ。以後降伏を唱える者はこの机と同じ運命に遭うと思え。まさかそなたとこのようなことになろうとは。私はなんとなく予感してたわ。姫様、お達者で。蓮子、今までありがとう。本当は一緒に連れて行きたいけど、私よりもっと練習を必要としている人がここにはいるものね。練習、兄様をよろしくね。この婚姻は劉備を縛る鎖となり、孫を責めることを許さぬだろう。将校は幸せそうだ。政略として送り込まれるというのに。あなたは人物の器では父上に遠く及ばず、覇気では孫策の足元にも及ばない。知っている。それこそがあなたの強さだ。己の弱さ、無力を知り、その上で勝つための方策を検討できる。弱くあれ、臆病であれ、姑息であれ、なればこそ最後に勝つのは孫忠謀だろう。兄のように慕っているあなたの言葉だ。胸に刻もう。これで思い残すことはない。柊じゃ、柊や、待ってくれ。
やったな、ケン。やっぱりおめえはすげえやつだぜ、ケン。やはり最後に勝つのは孫厨房だろう。みんな、私は この平穏も束の間の夢か。このまま戦がなくなればどんなに。孫賢様、何を。あの島、皆と共に今を。